創世記の公開メッセージ63回目に今日なります。46章の8節から47章全体進むんですけれども、お読みするところは3箇所に分けてとびとびお読みします。ですから皆さん、こちらの言葉に従って目で追ってくださればいいと思います。最初に46章の5節から7節お読みいたします。ヤコブはベールシェバを出発した。イスラエルの息子たちはファラオが使わした馬車に父ヤコブと子供や妻たちを乗せた。ヤコブとその子孫は皆カナン地方で得た家畜や財産を携えてエジプトへ向かった。こうしてヤコブは息子や孫、娘や孫娘など子孫を皆連れてエジプトへ行った。次は28節から30節までです。28節から30節。ヤコブはヨセフをゴシェンに連れてくるためにユダを一足先にヨセフのところへ使わした。そして一行はゴシェンの地に到着した。ヨセフは車を用意させると父イスラエルに会いにゴシェンへやってきた。ヨセフは父を見るやいないや父の首に抱きつき、その首にすがったまましばらく泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。私はもう死んでもよい。お前がまだ生きていて、お前の顔を見ることができたのだから。次に47章の7節から10節まで。47章の7節から10節まで。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた。ファラオがあなたは何歳におなりですかとヤコブに語りかけると、ヤコブはファラオに答えた。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。ヤコブは別れの挨拶をしてファラオの前から退出した。アーメン。お祈りします。神様、御言葉をありがとうございます。古い古い昔々のこの出来事、またある人たちの出来事でありますけれども、しかしよ、今私たちにあなたがこれらのことを通して語られます。ヤコブこそ私です。またヨセフもまた私であります。兄たちが私であります。その罪の中にどうすることもできない中に、誠の光なるイエス様ご自身が来てくださって、そこから私たちを光の中へ、闇から光の中へと導き出してくださいました。この家族も闇の中でおりましたけれども、今光の中に出されております。どうぞここからあなたご自身のメッセージを私たちに語ってください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は家族の和解ってことで御言葉を取り継いでいくこといたします。前回はヤコブの祈りの実ってことで、ヤコブがこのある時に祈ったこと、しかしそれはむしろ反対の方に行ってしまって、このヨセフはいなくなり家族は暗くなってしまいました。でもそれがヨセフは生きているってことを聞いて、しかもエジプトの宰相になっている、最初にやってるってこと、また自分たちを迎えに来てくださるってこと、それらのことを聞いてヤコブの祈り、それが実は答えられていたってことを話をしました。今日のところに入っていきます。家族の問題、これはいつでも大きな問題です。また一番大きな問題ということができるかもしれません。なぜならば自分の命、自分の生き様、一番身近に関わるからです。この兄たちはヨセフを売って、そしてそれから20年から21年この経過しておりました。でも今この家族はですね、このその全員が一緒になって和解をすることができてきました。家族の問題はどこにあったんだろうか、この家族の問題はどこにあったんだろうか。父親ヤコブでだったからでしょうか。兄たちがヨセフを売ったからでしょうか。ヨセフも若気の至りで少し傲慢になってしまったからでしょうか。
最大の問題はどこにあったんだろうか。これは重要な、明らかにしなければならない問題です。苦しみ、不安、反抗。これには二つの最大の原因があります。何かというなら、第一番目は、本当の原因が分かってないからの苦しみなんです。本当の原因が分からないから、この苦しむんです。二番目は、本当の解決が分からないから苦しんでいきます。ですから、父親でも兄たちでも、確かにそれは部分部分においては多くの罪を犯しておりますけれど、もっと根本的なところ、その原因が何なのか。聖書全体の出来事、人物の共通点、それを見ていくときに、いつでもそれぞれに絶望と希望があったときに、それがはっきりとしたときに、人々はそこから解放されてきました。しかし、希望があったとしても、この絶望というのを経験しない人は、本当の解決はできませんでした。絶望は分かったけれども、希望を分からない人も解決はできませんでした。では、人間の最大のこの問題、原因は何だろうか。それこそ罪なのです。罪。要するに、神から離れてしまっていたっていうことが、父親がああいうふうにした。兄たちがヨセフを売った。あれをした、これをしたっていう。それは第二番目の罪。やっぱり第一番目の罪は神を神としなかったっていう、その一点にかかってきます。しかし、そこに、またそれだけではなくして、希望がなければなりません。アブラハムはカルデーのウルっていうところに住んでおりました。そして先祖からの神っていうのをそれなりしてましたから、彼は、この家族は神というものを意識する家族でありましたけれども、しかしそこには絶望がありました。どんな絶望かというと、サライは不妊の女で子ができなかったとこう書いています。神様を信じる家族だからこそ、他の女性を入れて後継ぎを作るっていうことができないで苦しんでたのかもしれませんね。その絶望が一つありました。そこに、神様の声が聞こえたんです。ステパノはハランに行ってから神様の声をもうこの語られたように聖書では創世記の12章から書かれてますけれども、ステパノは明らかにこう言いました。この家族がメソポタミアにいるときに神の声を聞いて私の死滅地に親族を離れて出て行けと言いました。ですから、アブラハムがあそこから、あの大きな大きな冒険と思えるような旅に出たのは、絶望と希望。絶望は自分に子供がないってこと。それは命がないってことに通じてきます。もう一つは、神様が語ってくださったんです。あなたを祝福するっていう言葉でした。この現在、ですから敵はこの罪、一番の問題、敵は罪っていうものにあります。それがこの家族にはなかなかわからなかったんですね。これは私たちにも全て共通することはまずそのことです。次には今度は絶望と同時にこれは解決っていうんでしょうか。それが見えてこないと踏み出すこともこれはできません。この家族にとっての解決、どこにあったんだろうか。それはもちろん神様がここに介入してくださったんですけれども、その前にですね、この人間の絶望を解決できるのは唯一一つしかないってことがわかります。それは創世記の15章を開いてみてください。創世記の15章です。聖書のこの根本的なメッセージは信仰義人です。信じる者が救われるっていうことです。そのことを一番強く私に語ったのがパウロでした。で、パウロはどうして信じる者が救われるかっていうことをアブラハムを引いて、そう、このローマ書の4章から語り出しました。アブラハムには子供が生まれませんでした。しかし彼は
相当の長い年月、神様の言葉に従って出てきたんです。カナンに来たんです。でも子供が生まれません。そうすると彼には大きな恐れが出てきました。子供がいないっていうんじゃなくて、自分が信じてきた神様は本当なのかどうかっていうですね、もっと根本的な恐れっていうのを持っておりました。その時に神様の方が言いました。恐れるな、アブラムよ、と語ったんです。アブラハムが恐れてたから、恐れるな、と神の方から言ってくださったんです。でも神様、私には子供が与えられません、っていう訴えます。その時に神様はですね、じゃあお前と契約を結ぼうと言いました。当時の契約は動物を用意することでした。動物を連れてきては、それを真っ二つに裂いて甲府に置く。そこを契約を結ぶ A と B が、甲と乙がですね、行って帰ってくる。これが契約でした。今はハンコで済ましてしまうんですけれども、この契約は最も現実的な契約でした。何を表すかというと、A と B、A が B に対して約束したことを破ったならば自分が裂かれるっていうことです。B が A に約束したことを破ったならば B が裂かれる。すなわち、罪の値は死なんですね。罪の値は死。これを表しておりました。神様がアブラハムに用意しなさいっていうこと、3歳のこの雌牛、雌ヤギ、お羊、全部3歳、しかも3匹。なんかここに神様が私に表すことがありますね。それこそ神ご自身を表しています。神様ご自身、三位一体の神様。そしてアブラハムはそれらの3匹のこの動物を裂いて待ってました。神様が来ないと2人で行ってこなければならないからです。ところが夕暮れになった時にアブラムは寝てしまうんです。こんな大事な契約をするのに眠ってしまうなんて何だろうかと思うんですけれども、これは神様に眠らせられたんだと思うんですね。そして次です。日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると、恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだ。私は先ほどまでわからなかったんです、この意味が。暗黒が臨んだ。私の考えは次の、この人たちは400年間エジプトに行って奴隷にならなきゃならないという暗黒かなと思っておりました。でも先ほど私に語ってくださった神様の言葉は違いました。この暗黒こそ、神様と人間が契約を結ぶっていうことは暗黒なんです。なぜかというならば、人間は絶対殺されてしまわなきゃいけないからです。人間には絶対に救いようがないんです。人と人だったら何か逃れることができる。しかし神と人間が相対するときにそこに逃げ道は全くなくなってしまいます。全くの暗黒なんです。要するに罪の恐ろしさっていう罪の暗黒。この時アブラハムは知らされたんだと思うんですね。それからちょっとありまして、17節に入りますと、日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が2つの間を通られた。これらは神の御臨在です。神はここに来たんです。本来であるならば、アブラハムを起こして、おい、アブラハム来たぞ、一緒に行ってこよう、と言うんですけれども、神様はアブラハムを起こしません。神一人で行ってきました。この契約は不思議な契約です。それは神様がアブラハムに約束したことを破ったならば神が死ななきゃならないんです。アブラハムが神様に約束したことをアブラハムが破った時には神が死ななければならないんです。要するにこれこそ十字架だったんですね。十字架の契約。人間の罪を神が一方的に引き受けるっていう契約でした。これこそ解決。しかし、その解決を行くためには、どうしても、絶望っていうところを私たちが知らなきゃならない。絶望しない人間が神様を知ってしても、それはご利益的な神様しかならないんですね。罪を語らない福音っていうのがあります。皆さん、
神様信じるならばこうなりますよ。こういうふうに祝福されますよ。家族は祝福されてこうなってこうなって、あの人はこうでした。この人はこうでした。さあ皆さんって言います。それは絶望を語らない福音ですから、本当に薄っぺらなものになって、本当の解決にはなっていきません。聖書は私たちに罪っていうことをとことん語ります。旧約聖書全体を通し語ります。ローマ書に入ってからもすぐ、パウロが私に語ったのは、罪っていうことに対してとことん語りました。そうしてその次に、希望について語りました。解決について語りました。それは、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるっていう、ここにパウロは語って、さらに5章からは、4章から具体的なですね、例を挙げて語っていきました。光は闇の中に輝いていると、ヨハネ福音書の一章の中に書いてあります。命は初め、この人を照らす光であったと書いています。私たちの心の中に光はありませんでした。この世にもありませんでした。ですから、人々の中にも光はなかったんです。私たちはみんな暗黒の中にありました。絶望の中にありました。でも、そこに本当に光が来てくださいました。古代の数学者でしょうか、アルキメデスっていうのが言いました。彼は、この、テコの原理とか、浮力だとかですね、そういったいくつかの、この法則を、この私たちに指し示した人です。イエス様が生まれる2、300年ぐらい前の人だと思うんですけれども、そして彼がこう言ったんですね。地球を動かすには、地球の外にテコを作ることができるならばできると言いました。地球を動かせると言いました。でも地球の中で地球を動かそうとあって無理だってことですね。それは私たちが人間が人間を動かそうとしたって無理だってことです。ましてや自分自身の罪っていう問題を解決しようとしたって無理だ。それは私たちの外側にテコが必要だ。まさにその外側に、そうです。地球からではなくして、神から私たちのところに救い主が来てくださいました。その方こそ私たちを動かすことができる唯一のお方であったんですね。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じた人には神の異なる資格を与えたと、ヨハネの一章のところにさらに付け加えてありました。そうです。人間の命は人間を救うことができません。私たちには新しい命が必要です。その命を下さるのは法則でもありません。単なる行いでもありません。それは人格と人格の出会いと交わり以外には絶対にないのです。ですから、初めに言葉があった。言葉は神であった。言葉そのものこそ人格そのものです。初めに神という三位一体の神がいた。父と御子と聖霊。だから命があるんです。一人の神様に命はないのです。三位一体だからそこに命があるんです。そして私たちもその中に入ることができるのです。ある人が、この今自分の教会行くことができなくて、この場所、距離的にも難しくなっているからどうしたらいいでしょうかっていう質問が来ました。その時にこう答えました。一人でも教会できますよって言いました。一人でもっていうからです。そうです。父なる神様と御子イエス・キリスト、聖霊とあなた。だから、教会の一番最小単位はね、4人なんだ。4人。4人から始まるんだから、そこからやってったらいいよっていうようなことをですね、話したことありますけれども、まさに私たちの救いは、父なる神様とイエス様と聖霊のその交わりの中に私自身が入っていくことです。そしてまた、イエス様は私の内側に聖霊によってお入りになって生きてくださることがおできになります。根本的原因と同時に、究極的な解決。それこそ、まさに、
イエス・キリストの十字架、あの動物の、冴えた動物の間を神一人が行って帰ってきたっていう、そこにですね、あります。そして、その神様行って帰ってくる前の状態は暗黒がってこう書いてましたね。暗黒がアブラハムを包んだんです。そうです。私たちは絶対に解決がない罪の値は暗黒なのです。しかし神が行って帰ってきた後、私たちに光がやってきました。では、この絶望と希望。これを今、ヤコブ家の人々に当てはめて少し考えてみることをしましょう。まず、ヤコブでありますけれども、47章の7節に、それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べたと書いてます。本当は逆なんですけれども、ファラオの方がヤコブを祝福する言葉を語っていいんですけれども、どうもヤコブの方がですね、すごい王様に向かって、しかも自分を助けてくださるところの王様に向かって祝福の言葉を述べたっていう、なんかここに来てヤコブの中信仰がですね、戻ったようにも思います。アブラハムにあなたの子孫によって全地は祝福されるっていう、その言葉がですね、ヤコブの中に入ってたんでしょうか。パロが質問しました。8節です。ファラオですね。ファラオが質問しました。あなたは何歳におなりですか。ヤコブは語りかけると、ヤコブはファラオに答えた。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。苦しみ多くっていうことを、口語訳と新改訳聖書は不幸せでってこう書いています。私は130年生きてるけれども不幸せだったと言ってるんですね。彼は今幸福であるはずなのに、どうして不幸せでってことを言ったんでしょうか。ある人が人間の年齢について、このこういうふうに言いました。人の年齢とは何か。一年一年の積み重ね、それが人間の年齢なのか。なぜならば、そうは言えない。なぜならば、浪費した年月があるからだと言ったんですね。浪費した年月を引いて年齢を決めなきゃいけないってことになるんでしょうか。そうすると70歳だけれども30年間は浪費してしまったとすると、その人はまだ40歳しかなってないってことになる。そういった数え方がある。もう一つの方法、数え方、神の賜物から決める数え方だそうです。それは神から見たその人の年齢。この人は50歳にはなってほしいのだが、まだ30歳しかなってないっていうようなものです。例えば、この人には50の賜物を与えているにもかかわらず、この人はまだ30ぐらいしか使ってないとする。そうすると、50歳なのにその人の年齢は30歳ってことになるんでしょうか。まあ、それはわかりません。ヤコブは130歳になっていますけれども、私の人生はこの迷いと浪費でって言うんでしょうかね、このまだまだ本当に130歳になって言うことなんかできませんよっていうような表現だったんでしょうか。彼は多くの時間を失っておりました。私は父のもとに生まれた。おじいさんはアブラハムだ。おじいさんからもお父さんからも神様についてずっと聞いてきた。でも私は我欲に生きて、家にいることができなくて追い出されるような状況になってしまった。その途中で神様は私に出会ってくださった。そして私はおじのラバンのところに行った。しかし20年間、私は全くこの罪の中で生きてしまったんです。4人の妻を持ち、次から次へと子供が生まれてくる。その子供たちと妻たちもみんな争いの中にいる。結局どうなったかっていうならば、
私はそこにいることができなくなってしまった。そして、おじの家を逃げ出して行く。あるところに来た時に、神様が私と出会ってくださって、私の自我を砕くために神は私と相撲を取った。私の桃のつがいを外してくださった。私は信仰によって歩くようになった。しかし、私はその時に神様から啓示を受けたのです。この家族を救うためにヨセフだ。ヨセフに信仰を伝えよ。だからヨセフに長袖の子供を着せて、そして育てた。でもそのヨセフは今、このいなくなってしまった。それから20年間過ぎました。ヨセフがいなくて20年間過ぎました。本当に暗黒の苦しみの年月を過ごしておりました。そして今、自分は神様に出会った。そこで私たちは多くこういうふうに言うんですね。すべてを益としてくださったと言います。しかし、よく考えてみてください。現実はすべてを良きにしてもらっているんですよ。でも本当に私たちはそれでいいんだろうか。最初の20年間、我欲に生きた。最初、その後のペニエルで神様に出会ってからの20年間は、神様を知りながら生きたけれども、その人生は暗くなってしまった。ヤコブのこの40年間、彼はこのどん底の中に過ごしましたけれども、しかし、最初の20年間と後の20年間、全く違ってたんですよね。悲しみ、苦しみは似たように見えるけれども、後の20年間は、これは神様がですね、必要だった20年間だったんです。ヨセフを総理大臣にすること、そして人々を迎えに来るために備える時間だったんです。このようにして、ヤコブはヨセフを失った時はですね、本当に失望のどん底でしたけれども、しかし、それは信仰によって始めた20年間だったからそうなったんですね。信仰によって歩き出したからあの辛い20年間があったのです。最初の20年間は自分の我欲によって進めた20年間だったから実りはなかったんですね。そうするときに同じ辛さ、万事を益にしてくださったと言ったとしても本当に私たちが信仰によって踏み出していくならば、その益が違うんです。もっと違うんです。言うならば、私たちがもっと早く神様から語られた時に、その時に従って従い続けていくならば、そこで結ぶ実はもっとやっぱり大きくなると言っても過言ではないんですよね。死ぬ直前に神様を信じても、それは祝福です。神様が万事を益としてくださったということができるでしょう。しかし、今は救いの時、今は恵みの時と言われているですね、このただ中で、私たちが神様を信じて神様と共に歩むならば、多分、ヤコブももし若い時に、最初に、神様と出会った時から神様と会うならば、彼は不幸せでって言葉は彼の口から出なかったはずです。私の人生は本当に満たされました。あなたが一つ一つ私と共に歩んでくださって実を結ばしてくださいました。主よ、私はもういつ死んでもいいんです。っていうふうにしてなってきたに違いありません。ヤコブが言った不幸せ。どうか私たちもそこをですね、心を止めて、このいることが必要だと思います。さて、兄たちの方を見ましょうか。彼らは神と罪を知りません。なぜならば、父親こそむしろ憎しみの対象だったからです。そして父親がある時に変わってしまいました。イスラエルになりました。ますます憎しみは大きくなってきます。さらに、ヨセフだけを可愛がって自分たちは何をしたんだ。父親に復讐しよう。復讐こそヨセフを殺すこと、売り飛ばすことそのものだったんですよね。ですから彼らは全く知りませんでした。しかし今、
自分が売ったとこのヨセフと出会ってるのです。ヨセフと出会ってる。っていうことは、自分が犯した罪が自分にとって恵みになってたんですよね。こんなこともあります。だからといって罪を犯していいってことでは決してないですよ。彼らはこの時に神の偉大さを知ったに違いありません。しかし、もっと早く知るならば、もっと良かったに違いありませんですけれども、しかし、彼らは今ここで神を知ることができました。一方、また、ヨセフはと言いますと、早くから神を知っておりました。父がペヌエルで神と出会ってからは、父から特に神様のことを彼は、この集中的に教えられたっていうことがわかります。ですから、兄たちが売られてエジプトに行って、その後、聖書は、創世記の39章。これはとても素晴らしいとこですけれども、主がヨセフと共に、主がヨセフと共にっていうことを5回繰り返してます。一つの章の中でいて。売り飛ばされていく途中で、ヨセフの心はもっと主に結びついたはずです。すべてを失ってしまったから。すべてから切り離されたから。だからこの主と共にっていうこと。ポテパルの家でも監獄の中でも、王さん、この総理大臣のように、なったとしても、主が共に、ここから決して外れることはありませんでした。ヨセフは若い時から神を知りました。ジョン・ウェスレーが、ウィリアム・ブースがそうでした。オズワルド・チェンバースがそうでした。キャンベル・モルガンがそうでした。アンドリュー・マーレーがそうでした。私はこれらの人たちの本を一番よく読みました。これらの人たちの本から本当に得るものが多かったんです。彼らに関して性別、罪と許し、そこのところが明確に明確に彼らの中に語られておりました。日本にももちろん多くの種の器がおります。兄たちは物事の本質、人の罪と神の恵みをここで悟ることができましたし、ヤコブは罪多い人生、あの時こうすれば、あの時こうすれば、私の人生はこの不幸ですと言いましたけれども、しかし今、万事を益とするところの神様とによってこの導かれております。ヨセフは兄たちから売られたからこそ、もっと神様と共に歩むことができた人だったんではないでしょうか。エペソビテへ手紙2章の11節に、私たちはキリストとの平和を持つことができるって、平和って言葉を強調しております。平和って言葉は平安ではありません。平和って言葉は正しい両者の関係ってことです。ですから、私たちとイエス・キリストとの正しい関係。正しい関係を持つときに、そこに出てくる実が平安なんです。ですから、平和を作っていく。また、人々との関係においても、キリストにあって私たちは平和を作ることができるはずです。人と人との正しい関係。そこから平安が出てきます。ハレルヤ。家族の和解、私たちは神のとの平和、そして人々との平和、この家族が受け取ることができました。私の人生にもこの平和をいっぱい受け取っていきたいと願います。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ヤコブの家系、そしてイスラエルになって、イスラエルになったとしてもなお、ヨセフ王がいなくなり、冷たい20年間のこの家族のこの歩み。しかし、ヤコブが祈り、そしてヤコブが神様から示しを受けて、この家族のために働き、ヨセフを教育したこと、決して無駄ではありませんでした。この20年間、神様が着々と身を作っていてくださいました。どうぞしよう。私たちにとっても辛いこと、いろんなことありますけれども、いつもいつもただただ神様を見上げて歩み、神様との平和を第一番に考えて歩ませてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。